はーいお疲れ様です元三つです言論プラットフォームの方のチャンネルになります 今回のお話もなんですけど、コラボ関係のお話になるんですけど、なんとですね、コラボ弁護団のセブンナイツがですね、1人、えー、ツイッター凍結されてしまったということで、めちゃめちゃ話題になってるんですよね。まあ、何が原因かっていうのははっきり分かんないんですけど、おそらくですけど、浅野市議への落選運動、まあ、これかなり過激にやってたから、これじゃねえのかーっていうことで、めちゃめちゃ話題になってるんですよ。凍結だよ。 弁護士さんが凍結されてるわけなんですけどそしてそれが原因っていうことになるともしかしたらですね二藤さんも凍結されちゃうんじゃねえのかっていう話になってるんですよねもう元光も先日ですねこんな感じでいっぱい通報されてるよ二藤さんって落選運動の話でっていうのをお話し,しましたけどもうすでに通報されまくってるはずなんですよだからもしかしたら二藤さんまで、えー、凍結になっちゃうかもっていうところまで話をね見ていこうかなと思います元光のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねとまた ぜひチャンネル登録もよろししくお願いしますということで、まあ、中川拓弁護士、コラボ弁護士の中川弁護士は知らない人はいないと思いますけどもうね、えー、こちらですね、提訴会見ではこんな感じで喋っていた中川拓弁護士です。で、Twitter とかだとアンバサダよとか、そういう名前とかで活動してたりしたんですけど、まあ、最終的にはね、あ、これか、弁護士アンバサダよとかでいろいろ喋ってたんですよね。で、そのアカウントがついに凍結しちゃったよっていうことで、めっちゃ話題になってたんです なんか一時ヤフーかなんかのページのねトレンドとかにも入ってたんですよアンバサーってマジかよって凍結されてそんなランキングに載っちゃうぐらい話題になってる話なんですよねすげえなって僕じゃあいいねさせていただきますねで何が原因だったのっていうのがねまあいろいろ言われてるんですけど多いのがですねこちらですねナルさんもツイートされてたんですけど市民活動の阻害について誤解を招く情報に関するポリシーこれがツイッターでアウトになったんじゃないかっていうねポリシーなんですけど けど選挙やその他の市民活動に参加しないよう住民を脅迫抑圧することを目的とした誤った情報や誤解を招く情報ということでまあ最近ずっとね朝の市議の落選運動めっちゃしまくってましたよね、えー、まあざっくり何個か読もうと思うんですけどまさかの選挙での えー、選挙でもコラボ叩きの男浅野だって街頭演説中に質問されるなんて普通のことに思いますし川崎市議会議員を選ぶ選挙なのに川崎の何が問題だと思いますと質問されても警戒する意味が分かりません普段は川崎のこと考えていないの数ヶ月にわたってコラボ叩きばかりしてきた意味不明人間だってまあ一個人の思想レベルだったらまだいいんですけどでもあまりにも多いんですよねこういう系のことが、えー、それは選挙戦略を間違えてるということなので胸を張って言えることではありませんねって浅野 楽しに言ってて私も川崎市の選挙でまでコラボ叩きをしている貴殿はもはや名誉毀損行為が目的化しているのではないかすら疑うほどです。川崎市目山マで浅野文直は落選すべき議員の筆頭投票しない方が良いですということで、まあ、かなり過激に落選運動をしてたんですよ。まあ、これ以外にもいっぱいあったんですけどね。まあ、見てると本当に多いんで。で、まあ、それが引っかかったんじゃねえのということで住民を脅迫抑圧するような目的に捉えられるぐらいの ののことを喋っったんんじゃないのかっててう風に言われてるんですよねもしかして落選運動って投票呼びかけとは異なり抑圧の方になるのかって、まあ、確かにこいつに入れんじゃねえよーっていう落選運動って選挙に行くんじゃねえよぐらいの強制的なね感じにも思えちゃいますよねこの人に入れようとしてた人からしたら。 どうなんだろうまあここの考え方ってツイッターしか分かんないと思うんですけど、まあ、ここ最近で中川弁護士が過激だったのでここなんで、まあ、おそらくここ中が原因なんじゃないのかなというふうに言われてますねまあひどい言葉遣いとかもあったんでそこら辺が引っかかった可能性もありますよねまあいろんな人が多分通報した結果だとは思うんですけどちょっとね、まあ、ネットの反応というかこの凍結にかじてねいろんな人の言い分見ていこうと思うんですけどえ伝説のフェミ弁護士アンバサツイッター、Twitter、アカウント凍結だーって というこんなね、面白いツイートをね、あげてくれてるんですけど、えー、これが中川拓弁護士のツイートで、結局、すぐにバカだの、アホだの言う弁護士はバカなんだよなっていうことで <laughs>、たった一文のツイートでブーメランが刺さってるんですよね。やばくないこれ。バカとか言う弁護士はバカなんだよなって、いやいや、もうこれで言ってんじゃん、自分バカって。なにこれ。 めっちゃおもろいよね。<laughs> はい、こちら、いいね、させていただきますね。とか、あと、るさんが言ってるので言うと、えー、こんなこと言ってたんですよ、中川拓弁護士。まあ、でも、正直、クソリパーの方が直接言ってくる分、一般論とか逃げを 撃ちながらら遠くくから爆弾攻撃してれれるクソ野郎に比較すすばままだマシだと思いますこれは誰のこととは言いませんけどねっていうことでまあ一般論って言葉をつけることによって、まあ、責任をねあまり負わずに多少悪いことでも何でも言えるっていうそういうツイートしてるやつはクソだーみたいなことをね言ってるわけなんですけどただですね自分も過去にこういうこと言ってたりするんですよ一般論として10年経過して精神的に成長がない人間はやばいですねとか平気で使れ ってるんですよまあ他にもいっぱいねあのお仲間の弁護士慎堀さんとかも言ってますしあと神原弁護士も一般論としててここれはこうだっ述つけりゃ何でもいいよとかそういうわけじゃねえって言ってる割には自分たちは自分自身もそういうこと言ってたりするんですよ。 ほんと面白いね。まあ、この人が凍結されちゃうと、まあ、こういう面白い部分がなくなるっていうことでネットではちょっと寂しいなっていう声もあったりするんですよ。まあいろんな人のね意見見ていきますね。中川弁護士凍結弁護士ってのは一般人よりリーガルラインを把握しているはずなのにどうしてどうしてってそうだよねそういうルールとかちゃんと、あのー、きっちり分かってるはずだもんね。 ツイッターのルールだったらそういうのちゃんと見て、えー、やっちゃいけないことはやらないよね普通弁護士だったら多分浅野茂議の落選運動で報告した分が効いたんだと思いますってもうみんながね報告しまくってたんですよねもうこれひどいだろうっていうことで、まあ、こちらもねいいねさせていただきますねとか、えー、他にはアンバサ弁護士の凍結多分浅野文直議員への落選運動だろうなって、まあ、大体みんなここをね推測してるんですけど、まあ、ここが最近でいう一番過激なとこだったからねということはそれことは 非常に可烈な言葉で攻撃していた二刀夢のコラボ代表も凍結の可能性があって、うん、二刀さんもかなりやばいこと言ってたからねまあ、これちょっと後で見ようと思うんですけどフォロワー数が多いから見逃されるのかーみたいなことをね言われてるんですけどやっぱこれ落選運動が原因だよなって言われてますねとか、えー、他にひまぞらしはちなみに気づくのを恐れた遅れたように俺は通報とかしてませんってひまぞらしから通報とかしたわけじゃないからなって俺関係ねえよーっていうことを言ってますね とか、えー、他には、あれアンバサ先生のすっとんきょうなツイート見れないと思うと寂しくなってきた。早く帰ってきて <laughs> っていうことで、いなかったらいなかったで寂しがられるっていうね。まあ、そんな存在なんですよ。中川弁護士。こちら、いいね。<laughs> させていただきますね。とか、えー、他には、ルール違反認定された弁護士とか終わってんなーって、弁護士がそんな違反すんのかよっていうふうに言われてます。まあ、そうだよね。うん。そういうの一番きっちりしてないといけないのが弁護士だからね。とか、 中川君アカウント凍結とか遅すぎる <laughs> <laughs> もっと前に凍結されるべきだったらあのアカウントっていうような意見もあったりするんですよ。まあ前々からね、かなりいろいろ言ってたんで。弁護士としての能力も疑われるし、これまでの行動、言動、懲戒処分当たり前だろうよって弁護士の資格剥奪した方が世のためだよなーっていうことでもっと追い込まれるべきじゃねーっていうような意見もあったりしますね。とか、他にはこちら、アンバサ凍結、二刀も菱山も落選運動してたからあかんのではって、やっぱり二刀さんたちもアウトなんじゃねーっていう意見。 多いかったりするんですよね。でね、二藤さん、何を言ってたかって話なんですけど、元光も先日動画でお話しした通り、二藤さんもひどいことを言って、まあ通報祭りだーっていうことで、アカウントが凍結される危機器があるんじゃねえかっていうふうにね。元光はその動画をお話ししてたんですけど、その内容っていうのはこちらですね。このチラシを持って応援する元参議院議員、キモすぎるぞーっていうふうに言ってて、まあ、こんな感じで、もう別に何の言われもないのにキモいっていう言葉。で もう普通に誹謗中傷されてるんですよ朝の市議の落選運動を呼びかけるとともに、まあ、こういう周りの人にね普通に、えー、ヘイトスピーチみたいな人をキモすぎーとかって言ってるんですよねシンプルに誹謗中傷のヘイトスピーチ通報通報とっていうことで、まあ、こういう話も2頭さんも通報されまくってるはずなんですよねいやだって普通に悪口じゃん何これ <laughs> この このチラシ持ってるからって疑問みたいな。いやもう <laughs> 悪口だからね。で完全に個人に対する誹謗中傷。このツイートの通報を推奨するぞということでいろんな人から通報だ通報だって今言われてるわけなんですよ。 まあなので、二藤さんもツイッターアカウント凍結されちゃう可能性あるんじゃないのかなと思いますけどね。だって、ひどすぎでしょ、この言葉。まあ落選運動以上に、まあこういう誹謗中傷がひどいなと思いました。で、まあ、あとね、えーまあ、今回コラボの弁護団の一人がツイッター凍結するような事態になってるわけなんですよね。イメージ的にもやっぱコラボの印象がただただ悪くなると思うんですけどね。まあなので、足引っ張ってるだけなんですよね。弁護団の弁護士さんって。まあ ということで、今回のお話は以上です。皆さんの意見もね、ぜひお聞かせいただけたらなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことをお話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。